久保さん、今回、資産の死にしましょうか。僕はですね、YouTube の動画とかブログ、このブログと YouTube に関しては資産だと思ってます。YouTube に関しては、赤版っていう恐れもあるので、絶対ではないんですけども、赤版されないんだったら、僕は過去に赤版されましたけど、赤版されたとしても顧客リストは僕は残るんで、資産になるんですよね。YouTube 経由から集客して、YouTube はバンされました。でも顧客リストは残るんで。まあね、YouTuber みたいな広告収入だけで飯食ってるっていうわけではないので、てかそれではないですから。だからなんだろうな。久保さんもね、なんでいっぱい動画を撮れるかっていうと、それが分かってるんですよね。いろんなキーワードでその検索にかかったりとか、なんだろうな。再生数は少ないけれども、広告単価クソ高えみたいなね。いっぱいやってると、あれこれ再生数少ないのに結構単価高いなとかね。ね。だから再生数、だから開きがあるんですよ。再生数があったとしても、1本あたりの稼いでくれる広告収入少なかったりとか。ね。だその、それはわかると思います。やってればわかると思います。本数ね。いろんな、これはいろんな本当にジャンルをやってるとわかると思いますね。あとは客観的に考えてもそうなんですけどね。その、企業さんがどういう、自社の、どういう企業がいて、で、その企業さんはどれぐらいの広告単価を払ってでも、その、利益が出るのか。ジャンルはどういうものなのか。ね。逆に言うと、広告予算できるだけ少なく広告出してるところのジャンルは何なのかとかね。いろんな視点でね、考えると、そういう考えられるようになると、いろんな動画が撮れるんじゃないかなと思いますね。最近ですね、僕、育毛日記っていうのがあって、お客さんから育毛日記実は見てるんです、つってね。結構もう更新してないんですけど、再開を願ってますみたいなね。で、その育毛日記に関しては、再開するっていうことで、告知したんですけど、まだちょっと薬が届いてないんで、薬届いたらまたちょっと動画撮っておこうかなと思うんですけど、ある程度再生数も稼いでくれてるし、薄毛の広告に関しては、単価高いんですよ。緊急性が高いから。投資に比べると安いかな。投資系が一番高いですけどね。僕の、感じだと。だから資産を作るっていうのはお金を生み出してくれるアクセスを、顧客リストを取れる、ようなアクセスをこう流してくれるというか、なんすかね。普通に働いてると資産にはなかなかなんないんですよ。もし資産になってるんだったらリストラになっても大丈夫みたいなね。僕の場合は YouTube リストラになっても売り上げ関係ないみたいな。でもどうですかね、普通のサラリーマンの方、リストラになったらきつないですか？転職 できなかったら若い時だったらいいかもしれないですけど、年取って転職できなかったら、そういう資産もクソもないですよね。何十年働いてきたのに、何十年ね、その会社で勤めて頑張ってきたのに、結局何十年後リストラになって苦労するみたいな。逆に言うとネットで何十年もそういうことを意識して、そういうことが分かった上で資産を構築していると、どんどん楽になるんですよね。なぜどんどん楽になるかっていうと、別に寝てても遊んでても何してても、ネット上で検索されて、で、自分の動画なりブログなりアクセスが来るんで。だから僕、ネットビジネスをこう始めて、いろいろ見てきましたけど、結局一番のインターネットの利点っていうのは、毎秒毎秒でいろんなキーワードで検索されて、いろんな情報に、行ってるっていうユーザーがもう5万といると。毎秒です。その24時間です。24時間検索され続けてると。様々なキーワードで。だからそこがね、ネットのうまみかなと思いますね。だから寝てても遊んでても稼げるっていうのは、一つですよ。一つ、やっぱその、寝てても遊んでても検索されてますから、情報を探してる人が世の中腐るほどいるので、だからそこに対して自分のコンテンツが出るか出ないかっていうところが、究極というか、まあ基本なんですけど、それが究極かなと思いますね。例えばですよ、まあこれ絶対ってかほぼ無理なんですけど、FX 初心者とかね、FX 口座開設とかで Google の上位に出るんだったら、もう 100% 稼げますね。100% 稼げますね。ね、久保さんね。単価高いしね、検索ボリュームまあまああるし、それで Google の1ページ目に出ますっていう。まあ、この FX 初心者 FX 口座開設とかで、まあ Google 一番になるのはまあかなりきついと思いますけどね。うん。でも昔その業者さんでいたのが、その FX のキーワードで上位表示させて、アフリ報酬毎月2000万って言ってましたね。口座開設のアフリエイト。うん。毎月2000万ですから、2億円ですよね。2億です。アフリ報酬ね。口座開設のアフリエイトで2億円です。すごいですよね。うん。やっぱね、資産を作っとった方がいいですよ。僕はもうとにかく資産を作るっていう。目先のお金より資産、まあ、僕はまあ目先のお金も必要なんですけどね。まあ、飯食っていかないといけないですから。ただ、同時並行みたいな感じですね。まあ、常にずっとそれは意識して今やってますけど。もうブログを毎日続けてるのももうほんとそれですからね。多分、やっぱ、毎日更新してちゃんとコンテンツ量がある程度ある。それがやっぱね、何年もドメインもしっかりと更新して、ドメインパワーっていうのもあって、ドメインもちゃんと更新してるかしてないかっていうところで見られるんですよ。でもこれがね、だいたい平均15年から立派しっていうか、まあ、ようやくみたいなところなんですよね。15年は更新しないといけないと。まあ、あと非リンクとかもあるんですけど、そう。まあ、いろいろありますけど、とりあえず、資産を作るっていう考え方でネットに取り組むと、10年後、20年後の未来は僕は変わってると思いますね。ただ、資産を作らない。働いて、その場をしのいで給料をもらうっていうことを10年、20年続けていると、残らないっていうね。逆にその年取ってから苦労するというか、僕は年取って苦労はしたくないですね。なぜならば、動きがやっぱ若い時に比べると鈍くなってくるので、逆に言うと年取ったら楽しないといけないんですよ。だから楽するために今から備えとかないと、きついですよね。だってまあ、ね、80歳になって道路交通整備のあそこ立つとか死にますよ。多分熱中症で今だったらやばいと思いますけど。だからいつもね、僕は道路交通整備やられてる方、結構若い人あんま見ないんですよ。ほとんど多分50から上、60から上みたいな人はほとんどその、肌黒くしてこう、道路交通のこう立って旗振ってるんですけど、まあ僕も一歩間違ったらというか、まあ就職もできなかったんで、まあこういう人生送ってたのかなっていう。多分選択があったら多分やんないですよ。選択がないから多分やってると思うんですよ。だって、クソ暑い中ね、好きで、ずっとぼーっとっていうか立ってね、やりたい人っているんですか？多分いないですよ。もうほんと物好きですよね。炎天下の中ずっと立ってね、旗振りたいっていうの、それが好きですと。いう人は多分まあ相当物好きでしょうね。僕はやりたくないですね。クソ暑い中。でもそれはなんでその仕事を選ぶのかっていうと、その選択肢がないからだと思うんですよね、僕は。年取ってからその選択しかないっていうのはちょっときついなと思うんですよね。だから今から備えとかないと、資産をね、楽できるように。てか楽しないといけないんですよ。体力的にも、精神的にも、衰えてきますから。だから今動けるうちに何を考え何を動くかですね。いってらっしゃい。